ボブ・ホーナー、ジェームズ・ロバート・ホーナー、ジェームズ・ロバート・ボップ・ホーナー、1957年8月6日帯は、アメリカ合衆国アリゾナ州出身の元プロ、野球選手、内野手、右投げ右打ち、赤鬼、黒船などの異名を持つ。カンザス州生まれ、アリゾナ州立大学時代のには、原辰則を要する東海大学との親善試合に、来日。 東海大学との5試合を含む全7試合において本類打を放った。同年に創設されたゴールデンスパイク賞の最初の受賞者となり、当時の NCAA の通算本類打58本とシーズン本類打25本の新記録を樹立した2013年、現在はピート・インカビリアが通算本類打100とシーズン本類打48本の記録を保持。 1978年の MLB ドラフトでアトランタブレーブスより全体1位指名を受ける。マイナーリーグでの出場を拒み、いきなりメジャーデビューし、メジャーリーグではマイナー経験なしの選手は非常まれ、6月16日のデビュー戦、対ピッツバーグパイレーツ戦では第3打席にバートブレイレブン通算287勝、後に アメリカ野球伝道入りから2段本塁打を放つ。89試合出場で打率。266、23本塁打、66打点を記録し、オジいスミスらを抑えて、新人王を獲得する。と2年連続で30本塁打以上を放つ。若田や足の故障に悩まされて79試合出場で15、本塁打に終わったが、は、大きな故障もなく、 二シーズンぶりの30本類代表を記録し、キャリア唯一の MLB オールスターゲーム出場を果たすなど、ブレーブスの4番打者として成績を重ねた。1983年1月、4年間550万ドルの契約を結んだ。この時の契約は、体重1 0 9キログラムの彼がシーズン中の金曜日に13回体重を計量し、 97.5kg 以下の場合に1回あたり約7700ドル、合計10万ドルのボーナスの出来高契約を含むものであった。は、右手首の故障に悩まされるものの2は、幾分回復し27本塁打を記録。7月6日の対モントリオールエクスポズ戦でメジャー史上11人目の1試合4本塁打を達成したが、チームは敗れた。 一試合四本塁打を記録した選手がいながら、チームが敗れたのは、メジャー史上2回目で、20世紀では唯一であった。また、デビューから210本連続満塁本塁打なしという、当時のメジャー記録を打ち立てたが、タイパイレーツ戦で211本目にして、初の満塁本塁打を放ち、この試合での4から2の勝利に貢献した。サミー・が、通算本目で、 初満塁本塁打を記録して更新した。同年オフに FA 宣言したが、年俸高騰により、各球団のオーナーが指名し合わせ、FA 選手を締め出したためどこの球団とも契約できなかった。浪人寸前のところを4月13日に、関根淳造を率いるヤクルトスワローズへの入団内定、18日契約、27日午後4時34分に、 日光機 j a l 61便で、成田空港に、来日、10月21日の最終戦に出場後、22日、夜ノースウェスト機で帰国というスケジュールであった。背番号は、シーズン50本塁だという期待を込めて50に決まった。ヤクルトでのデビュー戦、5月5日、大阪神4回戦、神宮の来日第3打席で、 中田浩二の初級の外角低めの速球を 905g の日本製ワットで叩いて、右翼、ポール際へ1号にン本塁打。翌6日の2戦目では、池田地下沖からなんと3本のソロ本塁打を放った。1回西での第1打席、来日第5打席に0ボール2ストライクでの3球目、真ん中低めのスライダーを左翼へ、3回の第2打席は、3ボール1ストライクから始球。 5回虫での第3打席は2ボール1ストライクでの4球目内角高めの速球を左中間へ7回虫での第4打席はフルカウントでの6球目外角高めの直球をバックスクリーン中央へ叩き込んだ2試合目の本塁打は3本とも打った瞬間にそれとわかるものであり3本合計の推定飛距離380メートル その際の観客の反応も大歓声というよりは、明らかにあっけに取られたような歓声と拍手が多くを占めていた。最初の2試合で6打数5安打、打率、833、本塁打4、打点5、至球2の日本球界デビューで5月7日の3試合目に対戦した伊藤文隆、三女最新、福間治はストライクでの勝負を避け、事実上の敬遠策であった。 5月9日の4試合目は、佐世保で、白竹義久が、真っ向勝負して、初回日死の第1打席で外角高めの直球を、右翼へ5号ソロ、6回の先頭打者での、第3打席では、ストライクゾーンから約3インチ、7センチ外れた内角トを左翼場外へ6号ソロ本塁打を放ち、4試合で11打数7安打、本塁打6のデビューを飾り、黒選球の、 オーナー旋風を巻き起こし、シーズン終了までに一体何本打つのだろうという期待をファンに抱かせた。1987年のオールスターゲームにもセリーグ一類主部門でファン投票で選出された腰を痛め出場自体。最終的には故障で規定打席に達しなかったものの93試合で打率327、31本塁打。 73打点を記録した。外国人選手が規定打席不足で30本塁台以上を記録したのは、この年のホーナーとのラルフ・ブライアント、近鉄のオレステス・デストラーで、西部のロベルト・ペタ・ジーニ、巨人のウラディミール・バレンティン、ヤクルトらがいる。なお、8月9日、平和大球場での大半身17回戦で7回表の先頭打者として、 マットキーオから18号本塁打となったはずの中越え同点、ソロアーチを放ったが、続く杉浦徹が左肘に倒れて一種となった後、雷雨で49分間の中断を経て、21時18分にコールドゲームが成立し、6回で試合終了となったため、幻な本塁打が1本ある。18号本塁打の打ち直しは8月12日。 広島での対広島十六回戦で行われ、またもや七回表の先頭打者での打席で、投手交代したばかりの川端順が投じた肩口から、入る内角のパームボールを叩いた最奥へ、ソロ本塁打であった。また、8月30日横浜での対対応十一回戦の三回、表西万塁の場面で、松本豊の直球を捉えた、左中間への23号本塁打は来日して、 唯一の満塁弾であり、10月2日神宮での大半身24回戦の5回1死1塁で、井上隆志の高めのカーブを捉えて、左翼フェンスギリギリに運んだ31号2弾が、日本での最後の本塁打であった。佐々木真也は、ホーラーの本塁打を、所属球団が勝利事情主義ではなかったため、チームの勝利に肯定せず、伸び伸びと打った雄大なアーチと評した。 コーナーは同年、プレイでの活躍のみならず、ヤクルト製品 CM の出演料や、著書、地球の裏側にもう一つの野球があったの、原稿料など、占めて5億円を稼いだと言われている。ヤクルトの CM では、お腹に筋力と日本語のセリフを放った。また、サントリーカンビールの CM では、薬師丸博子と共演している。このかハドソンのファミリーコンピュータ向け、ゲーム、 桃太郎伝説に登場する敵キャラ、赤鬼ホーマーのモデルにもなっている。同年オフ、ヤクルトは、翌1988年も、ホーナーと契約すべく、3年間で、総額15億円と当時では破格の条件を提示、この年、ロッテから中日へ移籍した、落合博光の日本人最高年俸が1億3000万円の時代、ホーナー側と、ほぼ合意した。 ところが、その後、ホーナーは、ヤクルトとの契約を白紙化し、ジャック・クラークを FA、ニューヨーク・ヤンキースに遺跡で失い、クラークに代わる4番打者の補強を急務としていた、セントルイス・カージナルスと1年間総額わずか約1億円、当時の契約で合意し入団した。後に、日本は大嫌い。地球の裏側まで来て、ベースボールとは言えない白物をプレイしたくない。 戻らなくていいのなら、いくらでもいいから契約してほしいと代理人に泣きついたのがその間だったと報じられ、その侮辱的な言葉は、日本プロ野球のファンや関係者に強いショックを与えた。なお、ホーナーは、後の著書では、上記の発言は、マスコミの誤報だと釈明している。また、日本での生活を、とてもエキサイティングなものだったという発言も残している。 そして1988年、ホーナーはカージナルスでプレーホワイティ・ハーゾング監督は、ホーナー獲得には、否定的だったが、フロントが4番打者として期待しての入団だった。しかし結局、開幕直後の4月にはツインズから、トム・ブラナンスキー、トム・ハートの交換トレード、さらに7月にはドジャースからペドロ・ゲレーロを、トレード、ジョン・チューダーとの交換で獲得し、 4番打者として起用することとなった。ホーナーは左肩の故障のため60試合の出場でわずか3本塁打に終わる。しかもハーゾーグ監督が開幕前に1986年までの通算本塁打21本のうち約70%の142本は球場が狭く打者有利のアトランタで打ったものでアトランタより広いブッシュスタジアムが 本拠のセントルイスでは打てないと予言していた通り、本拠地、ブッシュスタジアム、当時で、本塁打を打てないなど期待を裏切り、同年限りで解雇された。よくは、ボルチモアオリオールズのスプリングトレーニング、日本の春季キャンプに、相当に招かれたが、契約には至らず、現役を引退した。同年オフ、ヤクルトに対し、 日本に復帰したいと、再び、日本でプレーすべくオファーをかけていたが、すでに故障がもとで引退したことは大やけにされており、また前述の日本に対する侮辱的な発言もあって、この、コーナーの行動は、虫が良すぎると痛烈な批判の対象となった。コーナーは、ヤクルトの湯マ春季キャンプに、臨時コーチとして招聘された。当時監督だった。 野村克也の立ってのリクエストにより実現したもので、ホーナーはミーティングで、バッティングは80が頭で決まる。データを駆使して、投手の配球を読んで、打つんだと持論を展開した。この講義に野村は我が世を得たり、俺と同じ考えだと舌を巻いたという。引退後のホーナーはまた、石油とガスの会社を設立、経営した者の,の事業に失敗した額の借金を、 抱え込んでいたが、メジャー選手会は、FA 選手締め出しを、労使協約違反として訴え、賠償金2億8000万ドル、約308億円が支払われた。2004年、元利合計4億3400万ドル、約477億円に増えていた、賠償金が分配され、ホーナーにも700万ドル、約7億7000万円が支払われるとなった。月日には、 アメリカ大学野球殿堂入りを果たした。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。